はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。まあ今ね、前橋市なんですけど、これから行くのはね、もう3日後になるかな、土曜日だから10月2日土曜日。まあこの前ね、往復はがきでね、群馬民族芸能の四季っていうのを、まあ鑑賞券をまあ応募したわけですよ。先着100名ですね。なんかナンバー59って振られて、まあ券が送られてきました。名はね、県校舎総合ビル、県校舎総合ビルだそうです。あの大きなビル、すっごく大きなビルね。これね、難しいと思うんですよ。まあそんな難しくないんだけど、大きいからそこを左折するわけですね。ここですよ、校舎ビル入り口っていう、まあバス停がありますけどね。ずいぶん大きなビル建てましたね。まあここも左折ですね。そうですね、もう見えてきましたね。ここでやるんですよ。おお、来ましたね。蕎麦屋さんがあるんだね。まあ一応せっかく来たから入ってみますか。すごい、こんな大きいビル。これがね、まあ送られてきたね、大奥はがきの裏面です。群馬民族芸能の式、氏名、電話番号、まあ体温ですね。体調不良あるかないか、感染流行地への渡航あるかないか、まあね、いろいろとあるわけですよ。これを書いてですね、まあ当日持ってこなくちゃいけない。だから体温計で測ってこなくちゃ。こんな大きなビルがあるんだね。主にどんな機関が入ってんだろうね。校舎総合ビルだって。ここね、大渡橋西詰っていうとこなんですよ。西詰に東行っちゃうともう橋になっちゃうから。
そこを右折ですね。県道15号線のね、伊香保街道はね、まあ、こっからスタートするんだね。行けるかな。すごい曲がり方すごい曲がり方しちゃった。あまあ、ここ入ってもいいんだけど、まあいいや。元刑事さんはそこを右だね。右っていうかこの正面なんだけど、とりあえず元刑事さんはよくて、駐車場あったんだっけな。今行こうとしてるのはね、まあ、総社双子山古墳です。なんかあったようななかったような。総社双子山古墳、そうだね、あの観音様みたいなのが見えてきたけど、そこ入ってくんじゃないかな。菅野内科医院のとこね、そんな気がしますよね。でよ、そうじゃ双子山湖、はい、いやーかゆかったなんで古墳で待ち構えてるんだろうね偉いよね来るのが分かるのかねまた魚活さんで鮭の缶詰1個買おうかな。鮭缶だって高いからね。本当に安いのか高いのか分かんないけど、とりあえず買わなくちゃいけないんで。どうする？虫除けスプレー買っちゃうかい？すごいもんね。ああ、買うんだったら昨日だったんだけどな。いけませんね。
できるのかどうだ。意識を右折。えし、金子。あ、今お昼時ですかね。もう12時47分ですよ。なんかね、スーパーにね、2300円ぐらいかな、枕が売ってるんですよ。どうなんだろうね、2300円の枕。まあ一瞬買っちゃおうかなと思ったんだけど、反発ウレタンみたいな、まあ、そんなことが書いてあったんだけど、そしてまあ肌触りがいいような、まあ枕カバーっていうかな、まあそういうのがついてる。そんなに新幹線取ったところでまあしょうがないような気がするから、どうだろう観音寺、もう石碑群は整いましたかね。観音寺ずらーっと並んでたんですけどね、今整えてるんですね。まだっぽいですね。手つかずですね。なかなかどうやっていいかわからないのかね。それともそういった、まあなんて言うんだろう、庭師さんなのかな。はい、魚勝さんが近づいてきましたね。この間行ったんだけど、鮭缶を買うの忘れちゃって鮭缶
お弁当はね、ちょっと魚勝さんは期待できないんだよね。もう少しレパートリーを増やすってんじゃないんだけど。はい、ご視聴ありがとうございました。